ニュースポストセブンです。元妻の心境は大きく変化していました。球界復帰の道を順調に歩んでいる清原和博さん、その裏には元妻亜希さんの支えがありました。亜希さんの知人によると、実は今彼女は清原さんの会社の代表取締役についているんです。この会社は2年ほど前に設立された清原さんの事実上のマネジメント会社。まさか彼女が引き受けると思わなかったというのが正直な印象ですね、とのこと。弁護士を通じて清原さんの更生への努力、子どもたちへの思いや謝罪を聞くうちに、亜希さんの心に変化が訪れたようです。